乙女の祈りは、ポーランドの作曲家、テクラ・バダ・ジェフスカの作品である。日刊誌、ワルシャワ・クーリエルより、乙女の祈り出版を報じる記事。1851年4月14日発行の、ワルシャワの日刊誌に、最近ボンダ・ジェフスカ上作曲による、乙女の祈りというピアノ曲が出版された。楽譜は各、ミュージックショップで購入可能。 価格は45個ペイカという内容の記事が掲載された。楽譜はまずワルシャワで出版され、続いて1858年9月にフランスの音楽雑誌、ラレビューインガ Z ミュージカルの付録としてパリで発表された。世界各国の80以上の出版社から刊行され、幅広く人気を博したが芸術的価値はないと評されている。中級のピアノ奏者向けで、 中程度の難易度の短いピアノ曲である。魅力的でロマンチックなメロディーが好まれている一方で、感傷的なサロン風のサ作と言われることもある。ピアニストで学者のアーサー・レッサーは、愚かな時代遅れの曲と評している。続編として、同じ作曲家により、叶えられた祈りが作曲された。アメリカの音楽家、ボブ・ウィルズは、ニューメキシコ州のロイにある理髪店にいるときに、 フィドルで乙女の祈りを演奏しているのを聞き、その曲をウェスタンスウィング風に編曲した。ウィルズはまず1935年に起楽曲としてそれを公表し、すぐにウィルズの定番曲になった。後にバック・オーウェンスの1965年のナンバーワンアルバムアイブ g o t t イ t i ー・ e by t h をはじめとして多くのカントリーアーティストが演奏するスタンダードな 楽曲になった。今でもウェスタンスウィングのバンドのレパートリーの定番である。ウィルズは乙女の祈りの歌詞を書き、1941年にトミー・ダンカンのボーカルで再録音された。歌詞はタイトルを反映している。ボーカルのある乙女の祈りをカバーしたカントリーシンガーは比較的少ないが、レイ・プライスのトリビュートアルバムさん、アントニオ・ローズや、 ウィリー・ネルソンのアルバムレッド・ヘデッ d ストレンジャーに収録されている。どちらの歌詞もウィルズが書いた歌詞を若干変更して使用した。エヴァリー・ブラザースも1973年に録音している。ウィルズは1963年のアルバムボブ・ウィルズ・シングス・プレイズで3回目の録音を行っている。彼が1970年にナッシュビルの作曲者の殿堂入りしたとき、 乙女の祈りが作品の一つとして言及された。ありがとうございます。